本の筆作り発祥の地、奈良の筆工房アカシア。日本の筆作りは弘法大師によって奈良に伝えられたのが始まりとされています。一人の職人が一本一本作り始めから仕上げまで手掛けるのが歴史ある伝統工芸奈良筆の特徴。創業およそ360年のアカシアは、その歴史と伝統によって培われた匠の技を継承し、高い評価を受けています。多種多様な筆を製造するアカシア。東大寺の大仏の瞳を書き入れる開眼式に用いられた筆もアカシアの奈良筆です。日常使ってもらいたいものだからこそ愛着の湧く一品を。アカシアの筆ペンはそんな筆メーカーの気持ちから生まれました。天然竹を使用した軸にお名前やお好みの柄を刻印でき、世界に一つだけの筆ペンをご用意します。日本の伝統色を自由自在に持ち歩くアカシアの水彩毛筆彩。筆の穂先だからこそできる多彩な表現、気軽に毛筆タッチの絵が楽しめます。水と彩があればそこがアトリエです。株式会社アカシアは、日本の筆作りの発祥の地奈良で江戸時代に創業いたしました。高級筆の一貫生産の産地として、今も伝統の技法で製造し、書道用筆から水彩毛筆、筆ペンに至るまで、その穂先が生み出す書き味は繊細です。ぜひお手に取りお試しくださいませ。